よう、タバコあるか。ええ、あなた好みのが。アンバーはどこ？残念だが、今は手元にない。それより褒めてくれないのか？よくやった、ルイスってね。必死で隠したんだぜ、奴らにとっつかまる前によ。だから、こうしてまだ生きてる。約束でしょ？アンバーを渡せばここから逃がしてあげる。アンバーがない？じゃあ取引もなし。細かいところまで厳しいね、イーダ。分かったよ。今から取ってくるでいいだろ。ちょうどついでもあることだしな。こちら HQ、 コンドル1、悪い知らせよ。天候のせいでヘリが降下地点に近づけない。しばらく待機できる？無理だ、ここは危険すぎる。どこか安全な場所を探す。悔しいわ、力になれなくて。気にするな、いざとなれば泳いで帰るさ。また連絡する。行こう。私どうなっちゃうのかな。今は無事に帰ることだけ考えるんだ。うん、そうね。はい、皆さんこんばんは。それではバイオハザード RE4 ですね、続きやっていきたいと思います。今回はチャプター6ですね。前回の防衛戦でだいぶ消耗したと思いますが、ここで、きっちり補充していきましょう。まずは商人ですね。なんか言えよ。何も言わんのか。いいっすか、千葉さん。なんか言えよ。何も言わんすね。じゃあアイテムの整理していきます。スコープを今回はもう外してしまいます。長い間ね、やってくれたスコープですが、今回はもう、使わないのでやってしまいます。で、ハーブもとりあえず邪魔なハーブをやっちゃいましょう。はい、ここでは先行手榴弾のことがですね、書いてあります。先行手榴弾で、実はあのプラーがですね、あの根っこみたいなやつ、あいつ一撃で倒せるってことが書いてありますね。まあ、それはどうでもいいや。さすがだな、信用に足る腕前ってやつだ。はい、犬退治の報酬ですね。スピネルがゲットしました。新しい品を覗いてけよ。あ、そうです、ごめんなさい、あれ忘れてたね。これだ。もうだいぶ宝石も溜まってきたので売っちゃいましょう。ウェルカム。売却で、この辺のものですね。あと今回はショットガンも売ってしまいます。どんなブツも大歓迎だ、はい、パート1からずっと活躍してくれたショットガンですが、今回でお別れです。涙のお別れですね。あとはさっきのハーブ2個もいらないのと、スコープですね。これもタダでもらったスコープ、これもいらないので売っちゃいます。なんてこった、それなら高値をつけてやる。ナイフを修理して、で購入するものなんですが、このライオットガンですね。はい、新しいショットガンです。こいつがね、めちゃくちゃ強いんですよ。もうほんと乗り換えていい。集団性が高くて、いわゆるその三段ってばらけちゃうんだけど、これがばらけにくくてまとめてダメージが入りやすいんですね。しかも、そいつは別名民事製造機だ。あっという間にぐしゃぐしゃにできしまうぜ。ぐしゃぐしゃに、まあ威力も高い上に集団性も高いので、一撃の一発の威力が非常に高いんですね。これ最後まで使っていけるやつなんですけど、いい仕上がりだぜ。なのでもう贅沢に、この金が足りないぜ。それすいません、いい仕上がりだぜ。鍛えちゃいましょう。これ一本あればいいぐらいのレベルですね。はい、で、さらにですね、さっきスコープ置いてしまったので、まあ、あの後々も使えるんで、この倍率の高いスコープも交換しておきます。それなら針の穴でも通せちまうぜ。またはい、でスコープを新しく、間違えた、スコープを新しく付け替えますと。で、あとはどうしようか、ボルトも1個作っておくか。邪魔だし。で、ショットガンの弾も作っておきますと。うん、だいぶ充実したかな。だいぶ充実してきましたね。ちょっとマインもあれですけどね、
ハンドガンも、うん、ショットガンさんも十分ありますね。オッケー。で、ライフルがだいぶこの遠くまで狙えるようになったので、例えばこの距離ですね、3倍までいけるので、もうすごく遠くにいるおばあちゃんですねの頭に、おやすみなさいをぶち込むことができると。ここもいけますね多分ね。すごく遠くにいますが、おやすみなさいをぶち込むことが可能です。まあ、スコープだけ、まあ、この後ね、違う狙撃銃が来てもまた使いこなせるので、取っちゃってもいいタイミングかもしれないです。侵略への備え、サトラー様はお命じになった。この先より広がる肥沃な地を侵略から防ぐための要所に変えようと。正しき信仰のためならば、私はいかなる犠牲も惜しまない。経験なる人たちよ、難攻不落の要所を築き足を踏み入れる愚かな侵略者どもに、その滞在が斧が地で償わせるのだ。サラダバー。はい、ではやっていきましょう。で、ここなんですけども、奴らがいる、見つからないように行くぞ。できるか。見つからないようにって言ってますけど、あのね、見つかってもいいです。見つかっていいです。なぜかというとですね、ここ敵がたくさん出てきて稼ぐチャンスなんですよ。荒稼ぎチャンスなので、よいしょ。しかももう一回いけるかな。はい、もう一回。今度この牛野郎いますよね。こいつ強いんですけど、このライオットガンの威力見てください。これ爆弾も入れたとはいえ、おい、ライオットガンがめちゃくちゃ強いので、お、ほらもうおしまいですね。まあ爆弾も使いましたけど、あの牛野郎すごく硬かったと思うんですが、すぐ倒せちゃうんですね。かなり効率もいいです。威力もありなので、まあ、稼ぎといいので、とりあえずここはわざと見つかってアイテムもらっちゃって、あと宝石もゲットしちゃいましょう。でシールダー余ってましたからね、前回余ったかもっと使えばよかったんですけど、余っていいか、余ってたので使っちゃいましょう。もちろんマインでもいいです。で、そこら中にあの足元に罠があるんで、ここは気をつけていきますね。大丈夫かねずこ、これとか気をつけてください。普通に平気で踏み抜くんでね。ここにもありますね、気をつけましょう。うん、意外とね踏むんですよねだいぶ回収できたね、これはいい。おお、罠あるある。で、まあ、難攻不落の要所になっているので、この先ちょっとですね、ほら、要塞化されてるんで注意していきます。で、ここで一つ、あの、まあ、テクニックってわけじゃないんだけど、敵の、あの、村人のこの、あの、つかみ攻撃ってしゃがんで避けられるんですよね。実はパリーできなくて、厄介な攻撃なんだけど、タイミングよくしゃがめば、今みたいにかわせるんですよね。まあ、なかなか難しいんだけど、まあ、上段攻撃に関してはしゃがみで一応回避可能です。だから牛野郎の横、ダブルラリアットみたいなやつもしゃがみで回避可能ですね。ごめんごめん、荒ぶっちゃった、まあ、なかなか難しいですけどね。いざって時はもう思い切ってしゃがむのもありです。で、まあ、村人が待ち構えてそうですね。声がしますけど、やけに静かだな。先へ進みたいのですが、やっぱり何かが必要みたいです。道具がいるな。ダメか。ではその、まあね、前作でもちょっとここ嫌いな人も多いんですけど、ここ関所ですね。関所でございます。ここはここでトラウマというか苦手な人も多いですよね。
今峠の大祭って、お峠の大祭って言った、今懐かしいですね。ちょっと待って、ビクビクしてる。あー、ビクビクしちゃってる。首折れです。ビクビクしてました。よし、じゃあここでイエローハーブですね、必ず取りましょう。これがないと体力アップが手に入らないので、石章を取るためにはアイテムが必要です。ちょっと石章の中をですね探っていきましょう。ここは前回ね、あの円形になってたところですね、覚えてますでしょうか。でここで、ここで待て。え、あ、オーケーすげえ、もう黄色く塗られた、ペンキで塗られた、ね、アシュリーと一旦別れます。彼女を隠しておいて身軽な状態で、石章を攻略していきますと。ちょっと連れ回すと大変ですかね。またお宝ですと。で、どうしようかな。マインが残り2か。マインが2。一応先に回収していきますね。ポン。後々になって逃げれなくなるの嫌なので外しておきますと。よし、 OK、 準備を整えて、これマイン1も間違えちゃうね。マインをその辺にセットしましょうか。効果あるかどうか分からんけど、この辺にも1個入れとくか、ね、気持ち悪い感じで音が。はい、でここに、クランクがありますね。ここにクランクがあるので取ろうと思うと、マジかよ。はい、みんなのアイドルですね、チェーンソー姉妹ですね。よほど大事なものらしいな。新進気鋭のアイドル、光栄だね。まあ、ちょうどいいのでたくさん投げ込んでおきましょう。こんにちは。で、お近いな。どうも、チェーンさん遅いなってんの。チェーンさんを迎え撃っていきます。チェーンソーガールズを、はい、強いんですけど、ライオットガンの方が多分強いです。厄介だ。はい、終わりです。ライオットガンの方が圧倒的に強いです。うん、あ、それは効いてない。これも一撃でいきます。よいしょ、ビクンビクン、ほっ、ほらね。で、この銃の構え方、今わかりました。銃の構え方、あ、いた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 、取れてきた。近距離で、レオンがハンドガンを構えると、あの肘を折ってる状態での構え方なんですね。あの映画のバンデッタだっけ、いつも言えてない、あの映画のレオンと同じ構え方をします。近接のね、格闘術と合わせた、ハンドガンの打ち方ですね。あの映画めっちゃかっこいいんですけども、それをやってくれますと。映画のバイオハザードというと、あの実写の映画のことを言う人いるんですけど、実写の映画はあのバイオハザードという名前だけであって本編とはあまり関係ないので、あのちゃんと CG の方の映画もあるので、ぜひね、よかったら見てください。ちゃんとレオンがとかね、クリスが主人公のやつがあります。はい、 OK かな。ではクランクを手に入れたら先へ進みましょう。チェーンソーガールズ非常に強くてですね、結構あそこ囲まれて苦しい戦いになるんですけども、ライオットガンをね、めちゃくちゃ改造すれば、なんか適当に爆発するとか投げた後にね、どさくさに紛れて一気に
頭をぶち抜けることが可能なので、何それ全然短時間で勝負は決められますと。さてよろしいですか。じゃあ行きますよ。でここからですね、一回会話が続くから、ここな今会話してたか、鬼ごっこのメジャーの話してたかな。また少し補充しまして、ちょっとショットガンの方がいいかな、弾の補充と。これ多分ね、弾に余裕がある人はお金になりやすいんだよね。で弾が全然ない人はずっとなんでお金こんなないんだろうなって思う人は結構弾を外してる可能性がありますね。無駄弾が多いと、割とお金にならないので、もしかしたら、金欠気味になっちゃってるかもしれないですね。はい、では、先行の方がいいかな。まあこれでいこうか。では今手に入れた先行手段を持って進みましょう。よし行くぞ。分かった。アッシュ。レオ、迷える魂を我らが清め導こう。来たれ子羊よ。アシュリー逃げるぞ。さあここはですね、逃げないとまずいです。急げアシュリー急げ、後ろから村人が来るので、ここは閃光を使って一気に行きますと。奴らを気にするな。あまり早すぎるとアシュリーが置いてってしまうので、いい塩梅で行きましょう。よいしょ。お、邪魔だ。橋が落とされてしまいました。これで無駄な一発もぶち込めますと。まあいいか。じゃあこっちだ。大丈夫か。抜けない。急げ。冗談だろ。大丈夫。走れ。危なかった。ちょっと稼ぎが足りない人は今のところで少し粘ってもよかったかもしれないですね。はい、オリジナル版にはない、ある意味特有のステージでございました。まあ確かにね、オリジナル版には石が転がってくるところとかあったりしましたからね。やつの狙いは君だ。奴を見たらとにかく逃げろ。あなたは必ず食い止める。そろそろ村長との一騎打ちですね。行きましょう。では一旦ここでセーブします。やっと喋った。セーブさせていただきます。はい、 OK です。そしたらちょっとお金が欲しいので適当なものをぶち込んで売っちゃいましょう。売却は鍵もいらないし、これもいらないですね。あとはサブマシンガンの弾もいらないので、これ売っちゃいますと。で、ライフを修理してライオットガンをとにかく強化しますと。余ったお金はライフかな。これで OK でしょう。でメインに使っていくのがライオットガンになるんですけども、間違いやすいので、このライオットガン、ハンドガン、ライフルですね。ライフルはね、あってもなくてもいいかな。まあ、基本的には、ショットガンを使っていきます。なのでフル改造していくといいですね。よし、じゃあこれを取って村長戦やっていきましょう。レオ、
駄なあがきはやめておけ。我らが神に身を委ねるのだ。強引な布教活動だな。全能の主よ、反逆者を打ち砕く力をお与えください。ダメか、アシュリー逃げろ。わかった。お前だ。神よ、あなたの恩寵に感謝します。何が神だ、化け物め。はい、じゃあ村長戦やっていきます。この振り下ろし攻撃避けづらいので注意しましょう。で、ある程度ダメージ与えるとダウンが奪えるようになります。ダイオットガンが強いので結構すぐダウン取れちゃいますね。これ避ける、よいしょ、バック。おー、危ね。避けてダメージを与えて、さて前半戦終了ですね。でここからは足など飾りですよ。偉い人にはそれがわからんのです。いわゆるジオング戦になりますね。上半身だけだ。ここから遠距離戦になるので、ハンドガンとライフルを使っていきますが、さっきより身軽になった。あ、いやいや、あちゃちゃちゃ、これはね、避けづらい。避けて下がりすぎて今燃えたのか。たまにああいう爆弾を投げてきますので注意していきましょう。スイ、まあ、大体同じ、同時に投げてくるときあるんだけ ど同時に関しては分からんので、当たったときは運が悪いと思ってください。たまれ、しゃがめばもしかしたら当たらないかもしれない。よいしょ、たまに前に出てくる、前に出てきたらチャンス。あれ、たまに切れっか。サドラー様、ポロレオ、はい、ではサドラーの目ん玉ですね。お前の神とやらによろしく、ゲットしつつですね、せっかくなので、アイテムも回収していきます。本当は戦闘中にね、なくなったら、取っていくもんなんですけど、まあ、ちょうどいいね、まさしく火事場泥棒していきます。全然上で戦った方が広いかもしれないですね。上で戦、ちょっと私は下でやっちゃいましたけど、全然上で戦ってもいいと思います。ではアイテム取ったら出ましょう。本当カジバ泥棒ですね。穴も塞がる不思議な素材。お帰りなさい。ありがとう。足優しいな。なんかじきに追っ手が来るぞ。先を急ごう。ねえレオン、私はあんな風にならないよね。そんなことにはさせない。絶対にな。絶対にだ。というわけで無事にですね、村長さんを倒しまして村編が終了ですね。バイオ村周ようやく終了です。はい、でお待ちかねですね、皆さんも大好きな古城ですね、こちらに入っていきます。どうなってるの？まあ、先に進むしかなさそうだ。行こう。
はい、お疲れ様でした。チャプター6終了ですね。はい、村編が終了しまして、次回から古城編となっていきます。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。